新義信慎みて広告自運の遠隔を考え候に従来の吸収を改め政権を朝廷に騎士立てまつり広く天下の講義を尽くし聖壇を仰ぎ同心協力ともに広告を保護つかまつり候えば必ず海外万国と並び立つべく候。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は大政奉還についてお話ししていきます。江戸幕府が朝廷に政権を返すという歴史的な転換点となったこの出来事ですが、これが実現されるまでには大きな波乱がありました。この動画で大政奉還が実現されるまでの流れを確認していきましょう。将軍徳川家茂の死によって幕末の政局は大きく変わりました。後を継いで将軍になったのが徳川慶喜。彼は将軍家茂が死んだから喪に服すという理由でその時行われていた長州征討を終わらせました。これは事実上の幕府の敗北、つまり幕府の弱体化を世間に知らしめる結果となり、人々の心は幕府から離れていきます。こうして徳川慶喜は孤立してしまうのですが、そんな慶喜を支えてくれたのが孝明天皇でした。孝明天皇は徳川慶喜を信頼しており、幕府と共に国を運営していくという方針を取っていたのです。つまり幕府のトップの徳川慶喜と朝廷のトップの孝明天皇、この二人が手を取り合っているという状況でした。しかしこれに対抗したのが薩摩藩や長州藩です。この頃の長州藩は幕府を倒すと考えていましたし、薩摩藩と長州藩の間には薩長同盟が結ばれていました。その薩長同盟の中で薩摩藩は長州が受けている朝敵の汚名を注ぐ努力をすると約束していました。この頃の薩長側で奔走したのが薩摩藩の大久保利通でした。この頃の大久保利通の役割は朝廷内部で仲間を作ることでした。つまり朝廷工作です。そこで目をつけたのが京都郊外でひっそりと暮らしていた公家の岩倉智美。大久保利通は彼とつながることで朝廷内での仲間を増やそうとしたのです。実際にこの作戦が成功し、大久保利通と岩倉智美は孝明天皇に政治の刷新を訴えています。しかし先ほども言った通り、孝明天皇は慶喜を信頼していますので、大久保岩倉の話には耳を貸しませんでした。要するにこの段階では孝明天皇を抑えている徳川慶喜の方が優勢だったのです。さてそんな徳川慶喜は将軍になった後、幕政改革を行っていきます。慶応の改革です。第二次長州征討で失墜した幕府の権威を取り戻すべく、古くなった幕府の仕組みを改めて近代的な仕組みを導入していきます。この改革はフランス公使のロッシュが外から支えており、フランスの知識を得た徳川慶喜が幕府の制度を改革していったという流れです。しかしこのタイミングで大事件が起こります。孝明天皇が崩御したのです。幕末の政局に大きな影響を与えてきた孝明天皇の急死、この出来事は政治情勢を一変させるほどの大きな出来事でした。当然この出来事で立場が危うくなるのは徳川慶喜です。徳川慶喜は強力な後援者をなくしてしまい、孤立を深めていきます。新しく天皇となったのは孝明天皇の息子、16歳の幸宮でした。この人物こそが後の明治天皇。孝明天皇の崩御によって幕府と薩長、どちらが明治天皇を味方につけるかという戦いになっていきます。こうしてピンチを迎えた徳川慶喜ですが、徳川慶喜はこのピンチをチャンスに変えていきます。孝明天皇が崩御されたということは、逆に言うと開国がしやすくなったということです。こうして徳川慶喜が目をつけたのは国外の勢力、イギリス、フランス、オランダ、アメリカでした。慶喜は今までずっと問題となっていた外交問題、つまり兵庫開港問題を解決することで外国を味方につけようと考えたのです。こうして慶喜は大阪城で各国公使と謁見。この時の慶喜の礼儀作法やマナーなど全てにおいて非の打ち所がなく、諸外国は徳川慶喜に魅了されてしまいます。今までの徳川はダメだったが、新しい徳川は一味違う。慶喜は日本人の中でも最も優れた人物である、可能な限り彼を支援したい、そう言わしめたのです。とはいえこの段階では慶喜が列強の4カ国に兵庫を開港すると言っているだけで、天皇はそれを許可していません。これを利用して薩摩藩の反撃が始まります。
つまり薩摩藩の西郷隆盛と大久保利通は、兵庫開港は口約束だ、兵庫開港を阻止すれば慶喜は約束を守らなかったということになり、外国からの信頼を失うだろうと考えたのです。こうして薩摩藩は雄藩に声をかけて回り、有力大名4名を京都に集結させ、慶喜率いる幕府に対抗しようとしていきます。こうして開かれたのが始皇会議です。さて、この会議で話し合われた問題は大きく分けて2つです。まず1つ目が先ほど言った通り兵庫開港問題、そして2つ目が長州藩の処分問題でした。薩摩藩の思惑は、勝手に兵庫開港を約束した慶喜を攻め、長州藩への処罰を撤回させて幕府の権威をさらに低下させることでした。しかしもちろんですが、薩摩と幕府は対立します。徳川慶喜の主張は、まずは兵庫開港問題が優先だというもので、島津久光の主張は、まずは長州の処分問題が優先だというものでした。長州処分の内容に関しても、徳川慶喜は長州藩を鎮圧するという主張で、島津久光は長州藩の名誉を回復するという主張でした。両者の意見が対立し、議論は平行線をたどっていきます。こうなると勝負を決するのは、天皇をどちらが味方につけるかということです。つまり明治天皇の取り合いです。薩摩藩からは西郷隆盛や大久保利通といった凄腕が朝廷工作を行って、明治天皇を味方につけようと運動しますが、それを上回ったのが徳川慶喜でした。徳川慶喜は上級貴族からの支持を獲得して、兵庫開港の勅許を得ることに成功。つまり明治天皇の取り合いに勝ったのは徳川慶喜だったのです。ここで効力を発揮するのが薩長同盟です。薩長同盟の第5条にはこんなことが書かれていました。薩摩藩が兵を関西に連れてきた上で、一階層が朝廷を抱え込んで、薩摩藩が長州藩を許してやってほしいという働きかけを朝廷にするのを遮るときは、薩摩藩も戦う。まさに今のこの状況がこの第5条に合致します。こうして薩摩藩は戦いを決意、薩摩藩も倒幕路線に切り替えて、長州藩と共に武力で幕府を倒す決戦を計画するのでした。その計画はこうです。まず薩摩藩が軍艦で長州に到着、長州藩を乗せて京都へ向かい、そのまま京都御所を制圧、京都つまり天皇を抑えてしまえばこっちのもの、天皇を安全な場所に移した上で倒幕の命令を出してもらう。こうすれば幕府を倒す大義名分が出来上がるので、あとは幕府側の大阪城を制圧し、大阪湾の幕府艦隊を粉砕すればいいという計画でした。このままだと戦争が起きる、そんな状況で動いたのが土佐藩です。土佐藩の後藤象二郎や坂本龍馬は武力による倒幕に反対しており、今は国内で争っている場合ではない、国内で協力して外国に対抗するべきだ、幕府と手を取り合って会議による政治を行わなければならないと考えていました。こうして後藤象二郎と坂本龍馬は平和的な手段で問題の解決を図ろうと考えて、薩摩藩に接触します。その平和的な手段というのが大政奉還でした。大政奉還というのは、現在幕府が持っている政治権力を朝廷に返し立てまつるという考えです。日本の歴史では古代から朝廷が政治を行ってきていましたが、鎌倉幕府の成立以降、室町幕府、江戸幕府といったように武士が政治を行ってきていました。その武士が行っていた政治の実権を平安時代以前のように朝廷に返し立てまつる、そのような考えを後藤象二郎と坂本龍馬は持っていたのです。このような平和的手段を聞いた薩摩藩は、一時はこの方針に賛成しました。おそらく薩摩藩としては、幕府に大政奉還を進めても無駄だと考えていたのでしょう。幕府が大政奉還を実行しなければ、それを理由にして薩長は幕府を攻めることができます。そのような計算の上で、薩摩は土佐とも手を組んだのでしょう。こうして薩摩藩と手を組むことに成功した後藤象二郎は、山内容堂にこのことを報告。これを聞いた山内容堂の反応は、大政奉還には賛成だ、しかし兵は出さないと主張しました。これを聞いた薩摩藩は、兵を出さないなら話にならないとして、土佐藩との連携を解消、再び長州と連携して武力での倒幕を目指していくことになるのです。しかし土佐藩は諦めませんでした。大政奉還の建白書を徳川慶喜に提出するのです。これを読んだ徳川慶喜は、なんと
この方策を採用。つまり薩長が倒幕の行動を起こす前に大政奉還を行って戦争を回避することを決意したのです。こうして徳川慶喜は大政奉還を宣言。長らく続いてきた武士の世は幕を下ろし、再び朝廷に政治の実権が移ります。歴史的に見ても大きな転換点、その大政奉還が実行されたのでした。さて、いかがだったでしょうか。こうして政治の実権を朝廷に返した徳川慶喜でしたが、突然政権を返されても朝廷が政治を行えるわけがありません。いろいろと整うまでは今まで通り慶喜に任せる、そのような対応を朝廷は取っていきます。慶喜が狙っていたのはこれでした。つまり一度天皇に政治の実権を返し、天皇に頼まれた上で徳川慶喜が政治を行っていくという構想を持っていたのです。しかしこんな状況に薩長が黙っているわけがありません。この先一体どうなってしまうのでしょう。ということで次の動画では王政復古の大号令についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。